ヶ月際の売り上げにね、見ていこうかなと思います。さあ、どうなるか。アメリカ行った感想も喋りたいし、謎の男 K さんっていう話もちょっとしていきたいんですけども、実はですね、この今僕着てるこのロンティなんですけども、はい、本日ですね、売り上げ発表をやっていきたいなと思います。ということで、先月なんとですね、第5位まで上がれたっていうことなんですけども、今月相当下がってると思います。めちゃくちゃ下がってるのに、こんなんでニコニコ言う、お話できるっていうところがね、まあいいかなと思うんですけども、ちょっと一回見ていきましょう。まずはですね、ちょっと画面録画をちょっと横に出したいなと思いますので、1ヶ月際の売り上げにね、見ていこうかなと思います。さあ、どうなるか。2024年1月の売り上げは、ドゥ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 、じゃん !844万ということで、先月と比較してみてください。なんとですね、5500万から、800万まで落ちたということで、これ大体 80% ぐらい減です。売り上げ 80% 減って言ったらもうとんでもないことになってます。まあ、ただ、まあ、これグラフ見ればわかる通り、先月がちょっと異常やったんですけども、まあ、通常運転かなと思います、正直ね。まあ、ただ、売上的にはほんまに事実、先月と比べると、先月比と 80% 減っていう状態で、非常にピンチ状態でございます。で、次ね、順位をちょっと見ときたいなと思いますが、さすがにここまで売り上げが下がると順位も下がってると思いますけども、おー、まだ8位だ。8位でした。なんか知らんけど、トップ10まだ引き続きいてましたね。まさかこんなに落ちたからおらんかなと思ったけども、なんか8位にいてました。多分、全体的に売り上げがみんな下がってたんやと思います。ベースのショップ自体が、12月は結構みんなクリスマスから買うけど、まあ、1月になったらもうお正月負けたし、ちょっとお金使わんとこうみたいな感じでやって、まあ、その中ではまあ売れたよねっていう感じなんちゃうかなと思いますけど、まあ先月の5位に比べるとね、ぐっと下がったような印象はあるかなと思います。ではですね、今回はアメリカ行った感想も喋りたいし、謎の男 K さんっていう話もちょっとしていきたいんですけども、その前にちょっとレビューを見ていきたいなと思います。っていうのも、先月から出たばっかりのグレーパンツがありますので、グレーパンツのねレビューをね見ていこうかなと思います。ドローコードがなくなったことで、まさに究極のパンツになったと感じていますっていう方がいらっしゃったりだとか、あとそれ以外にはなんか生地がちょっと薄くなったような感じがしましたけど、まあ機能性だと思いますっていうことを言っていただいたんですけど、これはね、確かに生地は変わってないんですよ。全く同じ生地使ってるけど、やっぱ黒の方が多分ゴワついてるっていう言い方が正しいかな。あのグレーってそんなに染色に濃さがないんですけど、黒って真っ黒に染めるので、多分ゴワつきが出てるから分厚く感じると思うんですけど、この方要望もあって、プリマロフトで襟付きジャケット、襟なしジャケットを作ってほしいっていうこともいただいたりとかしてて、まあ今年はもう終わりやと思うんですけど、また来年に向けてやってほしいっていうことがありました。で、あと173cm70kg デニムね、がっちりめの体型でサイズは良かったですと、ただ裾上げは必要でしたっていうことを言っていただきました。リーバイスの505風な、少しテーパードが効いたジーンズも出してもらったら嬉しいですということで、まあデニムもね、実は出そうと思ってて、ちょっとアウトラストにするかアウトラストじゃないかはちょっとわからないんですけども、デニムもルイ・ヴィトンが使ってるデニムと全く同じ生地使ってデニムのセットアップは作ろうと思ってますので、その時にジーパンも作るし、まあジャケットも作ると思いますので、また楽しみにしておいていただければ。これはちょっとね、パターナーさんもいつものと違うパターナーさんに特別に声かけて、ヴィンテージばっかりを解体してるパターナーがいてるんですけども、その方とタッグ組んでやろうということで、今動いております。またファーストサンプルが来月ぐらい仕上がってると思うので、その時には着用したいなと思いますので、楽しみにしていてください。フリースですね。 174cm75kg で M サイズで正解でしたっていうことで、ちょうどいいサイズ感でしたってことなんですけども、やっぱり最初毛抜けがすごいから、一度洗濯することが必須ですねっていうことで、洗濯していただければ毛抜けはなくなるんですけど、最初はねちょっと毛抜けが、ひどいかなと思います。次のレビュー、正直ほんまかいなって疑心暗鬼で購入しましたが、着心地最高ですと。これは僕言ってんじゃなくて、レビュー皆さん見てください。レビューに着心地最高、着心地最高って言ってくれてるけども、180cm90kg と大柄で他社のフリースは入らなかったんですけども、この方 XL で着用してるということになっておりました。でそれ以外にはね、最近ちょっと人気のあのコーデュラのブルゾンですね、いい感じのリラックスフィットですということなんですけども、一点あえて言うのをするなら、袖口をゴムとベルクロ仕様に変えてほしいなということで、袖口現在は一周ゴムやから調節ができひんっていうところが気になってますということなんで、ちょっとこのあたりは仕様の変更とかっていうところをやってみたいなと思いますので、貴重なご意見ありがとうございました。でまあそれ以外にも、あとはねボディバッグの、レビューいただいたりだとか、あと黒のパンツですね、レビューいただいたりだとかしましてありがとうございました。ボディバッグの方なんかはね、実は学校の先生やったということで、高蔵さんと違って私は年を重ねてから教職員になりましたと、ピカピカの1年生ですということで、仕事は初めてのことだらけで大変なんですけども、まあおしゃれとか仕事にこれからも挑戦していくつもりですということで、高蔵さんも無理なさらずに頑張ってくださいということなんですけども、50代の男性の方なんですけど、子育ても終わってこれから教職員で頑張るということなんで、頑張る場所はね僕とは違うんですけども、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。僕も頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ皆さんのこうやっていろんな人生がある中で、このジャパンメディアがね少しこう役立ったりとか、ジャパンメディアで少し気分が上がっていただけたらね、ほんと嬉しいなっていう思いで、こういう風にレビューを読ませていただいてます。でまず、貴重な意見なんで、ベルクロつけてみたらどうやっていうオペがあれば、一回ちょっとサンプル作ってみたいなとかって思ってますので、それもね貴重な意見、これからもどんどんよろしくお願いいたします。
で、アメリカ行ってきました。まあ、ここに LA 帽子がある通り、ロサンゼルスの方にね、行ってまいりました。で、結果から言うと、すごい学びもあったし、すごいショッキングというか、残念なこともあった感じではあるんですけど、まあ、具体的に言うと戦略的に、まあ、革小物とか、皆さんにこう、アメリカの人にも買ってもらいたいなと思ったけど、そもそも革小物、アメリカ人持たないよとかっていう、いろんなことが分かったんですよね。っていうのは、僕自身が行ってるのもそうなんやけど、この謎の男っていうのが一人、調査員として送り込んでる人が一人いてるんですよ。アメリカのね、シカゴにね、Kさんっていう人がいてるんだけど、その Kさんにいろんな市場を今調査してもらってて、日本のイメージってどんなイメージ海外のアメリカ人持ってんのみたいな感じで聞かせてもらって、例えば忍者ってどういうイメージあるとか、あと人力車ってどんなイメージあるのとか、あと刀ってどんなイメージあるみたいな感じを聞いてて、謎の男 Kっていうのが、僕のこのアメリカ進出にすごい、力をくださってて、他にも何人かいらっしゃるんですけども、工作員というか、卓造の工作員が一人いてますので、まあ今後もその方にいろいろお願いしながらやっていきたいなと思うんですけども、実はですね、この今僕着てるこのロンティなんですけども、ロンティこのようにバーッと出てて、それ以外にも半袖も出てるんですけど、まあ、大人気で一回、亡くなった廃盤に2年前になったやつなんですけど、それをね復刻させました。でしかも復刻させて、ちょっとこれ仕様を変えてます。この首元見てください。グレーの文字でサイズ表記と、このように 100% オーガニックコットンのメイドインジャパンっていう風に表記はしてあるんですけども、これね一着一着全部につけてて、なんでこれをプリントにしてるんかっていう話なんですけど、ここにタグを入れるとやっぱ首元かゆいんですよね。それは僕は今までそういう服いっぱい着てきて、うわここかゆいの嫌やなっていうことで、絶対お客さんに来てもらう時にはそういう思いしてほしくないっていうことで、前回はつけてなかったんですよ。で今回はつけもせえへんけど、こういうちょっとロゴを入れてみたらどうなんやっていうのがあって、っていうのもなんでかっていうと、去年購入させてもらったジルサンダーの T シャツもこのように刻印あるんですよ。ただブラックにしちゃうと、この後ろから見た時にちょっと透けたりとかするの嫌やなっていうことで、あえてグレーに、ライトグレーにしたんですね。それにすることによって後ろから見てもこのロゴが入ってるのも分からへんし、でもワンポイント可愛いしと思って、オーガニックコットン 100% で、作っております。で前回はスビンコットンっていうスビン種を使ったんですけど、今回はシーアイランド種っていうもう一個、希少性の高いやつを使って、なおかつオーガニックで全部作ったっていうことになってるので、これはね期待していただければいいんじゃないかなと思いますし、あとこっちのようにね、工場の方にも行かせていただいて、その縫製してる様子で、もう一個前をたどるとその糸を作ってる様子っていうのも見させてもらって、あこうやって糸ができてんねや、でその後にこうやって生地ができてんねや、そしてその生地が縫製こうやってされてんねやっていうのが分かるようにこう見させてもらって、日本のね職人さんたちが一個一個こうやって手作りしてくれるということなんで、今現時点でもうかなり人気で SM とかもなくなってるんかなと思うんですけども、これが人気ですごい工場さんも喜んでくれてて、次回6月に追加生産をしようっていう話になってて、まあ、元々はねこういうコットンってこういう植物からなんですよ。この植物をこの白のところだけ取って集めたらこうなるんですね。でこの集めたのをさらにこのカスとかいっぱい出てますから、ここにカスいっぱいついてるじゃあかんから、次にカスをきれいに取ってこういう綿状というかこう紐みたいにして、最後糸にしていく。まあそしてね最後こういう風に裁断していただいて生地として使っていくという流れなんですけども、あれあのままじゃちょっときなりっぽいすぎるので、これで白色に染め直して、もちろんこうやって1枚で着るのも全然いけるんやけども、さらにプラスアルファこういうねジャケットを羽織った時でも、まあ、綺麗なカットソーって印象清潔感あるじゃないですか。だからこういう感じでインナーとして着た時でも、あ綺麗だなっていうようなね、感じに仕上げさせていただきました。で先もちらっと言ってたんですけど、もし仮になくなったってなった場合は、めちゃくちゃ少量を3月の下旬ぐらいにリストックがちょっとだけ付き合って、その次は6月に追加生産をやる予定です。でもしこれでまた気に入っていただけたら、6月は少量だけグレーも入れようと思ってるんですよ。木グレーっていうやつで入れようと思ってるんで、ホワイトと木グレー2色で展開しようかなと思ってるので、まあ木グレーは人気なかったらそこで終わっちゃうかもしれんけど、まあ木グレーって夏場はちょっと汗が染みるっていうのあるので、長袖で作ろうかなとかって思って、ちょっとだけ半袖も作る予定なんですけど、まあそんな感じで、思っていただければ、よりどんどん今のある製品をアップデートしていって、さらにもっといいものもっといいものにね仕上げていこうかなと思ってますので、楽しみにしておいてください。まあこれはこんな感じでちょっとゆったり着るような感じなんですけど、またまたもうちょっとニットっていうか、こういうピタッと着たいっていう人もいてはるやろから、そのピタッと着たいっていうのはピタッと着る用のニットとかもねまた作ろうかなと思って、今新潟のニット屋さんとやり取りしてますので、まあその辺もね楽しみにしていただければ、それは次はイタリアのコットンを使ったニットをね作ってみようかなって思ってますので、まあそんなことで、まあ僕が着たい洋服をまあ基本作ってるだけなんですけど、いいものを長くこう着るっていうねコンセプトで今後もやっていきたいなということで、本日はですね売上発表2024年の1月、なんと前月比 80% 減の売上を発表してみたという動画になります。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。